はい、資料家チャンネルです。ジャガビーの、バター醤油味、ジャガビーのですね、バター醤油皮付きジャガイモスティック、これ本当美味しいですね。あのジャガビーね、僕大好きなんですよ。ジャガビーがね、あのジャガリコよりもね、ジャガビーの方が僕大好きで、はい、あの薄塩とかはね結構よく買うんですよね。で、これスーパー、コンビニでしたらね、ハムだったかな、130円か140円しますね。ちょっとしか入ってないんですよね、これね。なのに高いんです、これ。一応ね、まあ、僕はよく行く業務スーパーではこれね、80円ぐらいで売ってましてね、その時絶対1個か2個は買うんですね。はい、まとめ買いはしないんですけどもね、はい。まあ、家でなくなったら買おうかなというレベルです。まあ、そんな毎日食ってるわけじゃないんですけど、週に1回ぐらいはね、ちょっとジャガビーをいただいております。はい、まあ、こんな感じで、中身もですね、まあ、本当ね、なんかもう、ジャガイモそのままお菓子にした感じ、自然。ポテトチップスも結構自然ですけど、これも自然ですね。はい、というわけでね、まあ、味の方はですね、もう昔ながらの味というかね、美味しいです、これね。いただきます。ね、こんなんですもんね。見えますか、これ。映ってますね。もうこれね、もうポテトそのままね、お菓子にした。もう、すごいです。皮付きです。自然です。うん。うん、美味しい。バター醤油味、うまいです。これ本当にうまいですね。もうマクドナルドで食べるとか、なんだろう、今コンビニのね、ファミリーマートのヨーロピアンフライドポテト、あれおすすめです。僕食べました。今度またレビューします。あれ超おすすめです。めっちゃ美味しいです。あのヨーロピアンフライドポテト、でもこれお菓子として、固形のお菓子としてはこれ匹敵します。これとあのヨーロピアンフライドポテト、もうこれで十分かなっていう感じですね。夜とかね、も熱々じゃなくてもこれ美味しいですからね。やっぱりマクドナルドとかああいうフライドポテトっていうのは結構熱々でないとね、食べれないじゃないですか。冷めたらなんかね、ふにゃっとした感じでどうも美味しくないんですけど、これって別に冷めるとか何もないお菓子ですからね、もうそのまま冷たいまんまでも十分というか、冷たくないですけど常温でも十分食べれるという、もうこれはもう神業ですね。これ本当美味しいです。このジャガビー、もう昔からもう大好きで、はい、というわけでね、今回ジャガビーのレビューということでさせていただきます。